ザ・峠ドリフトキング1980のどこよりも早い大会を行いたいと思います。イエーイ、よっしゃ。そして今回初めての大会ですので、すごいメンバーを揃えました。新井宏樹さん、藤野秀幸さん、久保凛太郎さんのリアルレーサー軍団です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いけるか土屋さん、ここからの光景いいですね。世界だね。いや、本当冗談じゃなくそうっすもんね。モータースポーツの世界がもうここにある。そこに俺たちも入り込んで大丈夫ですか、これ。グーネット。さあ、この号から面々ですね、まさにそのお二方入っていただきまして、5名でタイムアタックを行いたいと思います。優勝賞金なんと10万円でございます。持ってます。さあ、ルールでございますけども、ルールは5人でですね、3コースのタイムアタックを行います。はい、各コースごとに順位によってポイントを獲得できます。1位の方は5ポイント、2位の方は3ポイント、3位の方は1ポイント、はい、3コースを走って最もポイントを獲得した選手の優勝ですと。なるほど、はい、それでは大会ここから始めていきたいと思います。はい、最初、鴨さんから始まりますんで。鴨さん慣れてきてるからね。はい、実はですね、まあ、はい、私先ほど僕プレイさせていただきましたね。うん、皆さん聞いたらもう初めてですよね。はい、はい、もうこれ僕爆走爆走で笑っちゃってますけど、爆笑になっちゃってますけど、申し訳ないけどトップ取らせてもらいますよ。で、ただね、どうやらなんか今回ですね、ニトロっていうですね、はい、加速する必殺技があるらしいんですね。うんうん、はい、でそれが1レース3回使えるらしいんですけど、はい、なしでいきます。おお、おお、まあ一応やったことあるっていうね、はい、ことをやっぱちょっとフェアでいくために、はい、はい、なしでいきます。僕たちはしっかり使います、はい、使うとこまでもう考えてます。ただこのね、ザ・峠ドリフトキング、はい、そんなにやわなゲームじゃないぞってことを使ったから勝てるのか、最高ですね、ってことを僕は教えますよ。いいよ、これは楽しみでございます。3、2、1、アクセル。さあ、始まりました。カノエコがまさにトップバッター達しています。さあ、最初のおぉ、エクセレントから入りました。ここもグッド、はい、さあ、画面が切り替わって、そしてもうグッドがついていく。さあ、ここ難所。やばい、ちょっとミスかな、ちょっとミスかな、かなあ、これニトロ使いて。20秒116、どうなんだろうな。一回ちょっとミスっちゃったんですけども、感触としてはご自身の最後のそのミスだね、最後のあのドリフトのミスがちょっと心残るけども、はい、いやでもね、20秒でしょ、そういや、いけると思いますよ。ということで改めて、はい、カノエコ20秒116、では続いて第2ドライバーエナコさん、はい、よろしくお願いいたします。でもちょっと本当にやったことないんで、はい、今初めて触るからちょっと全然大丈夫、なんかそう直感で頑張りたいと思います。直感で、はい、脳免許ですけど、はい、脳免許、さあ、はい、始まる、始まる、ゴー、はい、え、これ合ってんのかな、ニトロ、ニトロ、ニトロ、あんた、いきなりニトロ入って、エクセレント、エクセレント、いや、早いっすよ、エクセレント、そしてグッド、さあ、そしてここ最後のところは、おー、グッド、タイムどうなる、いいタイムが出そうだ、最後、ニトロ、早い、早い、115です、115、ちょっと待って、本当に初めて本当に初めてです。ニトロを使うタイミングバッチリねえ、簡単に負けたねですね3コースのね、3コースの、そうそうそう、まだありますから、そうですよ、これはすごいよ、これはすごいですよね、すごいですよね、恥かかせんなちょっとやめてください、藤野、あ、来ましたよ、藤野、緊張してる、はい、藤野さん、じゃあめちゃくちゃ緊張する、ご自身のタイミングで始めてください、はい、これ、ニトロいった、ニトロいきましたね、
ちょっといいですか。はい。もう一回。何言ってんだ。新井さんの息子さんですよ。はい、新井息子来た。これお父様、これやっぱりトップ行ってもらうと困りますよね。そりゃそうでしょうね。普段としては。普段からゲームばっかししてるんですけど。いや、そう。後でやらせる感が。親子ゲーム。ああ。さあここで小林太郎がどう出るか。今トップえなこさん。いやそうですよ。トップえなこさんすごいよ。1秒差つきますかね、カノさんに。そう、手が震えてる。何ですかあの侍。いきます。しゃべる、はい、しゃべる、します。あのミスなかったらトップだったんじゃない。いやそうですね。ということで、ね、えなこさん5ポイント獲得ですよ、いきなり。そして2位は加納さんなら3ポイント、はい、そして3位には今走っていただきました久保凛太郎選手、はい、21秒034で1ポイント、1ポイントね。さあここからはですね、今度、まあ2コース目から最下位の方から、はい、どん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 最下位の方、ポイントの少ない人からいきますので、はいはい、まあこれはもう間違いなく29秒叩き出した、はい、息子さんからいきましょうか、喜んで、42秒173。さあ最後、どうだどうだどうだ、何で入ってる、430。このコースにもまたえなこちゃんが勝ちました。ここでまた5ポイント入ります。もうダメだ。そして2位は加納英子、3ポイント入ります。新井さんが42秒193で1ポイント、はい、ということでレーサーの皆さんなんか全然役に立ってないですね。全然役に立ってないですよ、ね、そうなんですよ、ね、全然おかしいですね。どういうんですかこれ。どういうことなんですかこれ。これか、最後トップの方からとかにしてもらえたりしないですかね。そしたら後半ちょっと僕らコースを覚えれたりするかなと思って。なるほど、ね、いやいや、あなたたちがルール決めるもんじゃないですか。何なんですか。いやそれぐらいやっぱ負けたくなって、いやでもこれはどうなんですか土屋さん。いやこれはえなこちゃんがオッケーだったらオッケー。あ、そうね、そうね。私は大丈夫です。おお。一番男らしい。ありがとうございます。じゃあコースさんは、はい、えなこちゃんから、はいはい、行きましょうか。じゃあ今回もコース薄い峠になってます。おお、はい。また薄い峠でございますか。じゃあ行きます。はい。はい、すぐ行くんだよな。でも自信自信そうね。そうね。ゴー。まあここでまた使いどころ分かってますよね。ニトロの。エクセレント、エクセレントから入っていける。うわ、ここもエクセレント、ここもグッドだ。いや、いいですね。ミスがないぞ、全く。グッド、マジで。いや、めちゃくちゃうまいですよ。何のルール変更だったんだこれは。マジか。ルール変更全く意味なし。エクセレント、エクセレント連発してますね。初見だろ。上手なの。そしてニトロ使うのもジャッジし、33秒450。嘘でしょ。皆さん、あ、1個いいですか。はい、僕たち4人の意見がまとまりました。何でしょう。参りました。加納さん、最後ニトロ行こうよ。いや、いいですよ、僕もね、そうそうそう、もういいと思いますよ。ニトロ行こうよ。加納さん、お願いします。ちょっと見せつけます。わかりました。そうです、解禁します。ありがとうございます。よし、いや、1聞いてなかったです。お、さあ、ニトロ使わないですね。ニトロここ使わないでいきましたね、うん、さあ、そして今まだエクセレントも出ることはなく、さあ、ここです。しかも、まあ、だめだ、早いですね。ここも早い。さあ、ここでグッド。いや、ただ悪くないですよ。さあ、ここでエクセレント、さすが加納さん、対応していく、対応していく、この薄い通りで加納栄光のものなのか。さあ、どこでニトロを使う、まだ使わない。さあ、ここもエクセレント。さあ、ここでニトロ、あーっと、ニトロを使ったおかげでレイトが出てしまった。さあ、ここでニトロが出て、あー、なんでニトロの使い方がわからない。ちょっと一試合ぐらい俺たちえなこちゃんに勝とう、はいはい、ちょっと俺たちのルール勝てる。そうですね、そうですね。4対1のコース意味わかんないですけどね。頑張って、マジで頑張って。
さあ、久保凛太郎。さあ、最後ぐらい。おお、あんまりですよ。持ちてかれてしまうのか。うまい。エクセレントですね。エクセレント出た。さあ、ここから見ても下に出るか。ここもグッドです。さあ、ここ何勝？少し早かった。さあ、でもこのエクセレントちゃんと取り戻す。エクセレントだ。本格で出ている。さあ、曇りんだろう乗ってきた。ここはエクセレント。やはりこの男が女王エナモに唯一対抗できるレーシングドライバーか。さあ、最後どうだどうだどうだ。33秒36。みんなやったね。やったね。なぜこれが最初から出てこない。同率で6ポイント、はい、久保凛太郎、狩野英孝。そして優勝は13ポイントえなこちゃん。すごいな。すごい。それではルーネット。おめでとうございます。このまま一言えなこちゃんやってみていかがでした、はい、めっちゃ楽しいです。このゲーム超爽快感がやばいです。うわ、ドリフト楽しい。えなこちゃんがやっぱゲームセンスがずば抜けてよかったね。もう感覚でやっぱ反射神経も勘も良かったし、うん、だからどんなトップバッターだろうがどういう道だろうが対応できちゃうニトロ使ってたらどうでした、赤野さん。無理でしょ。じゃあさ、いかがでした、これ見てみて。面白いですね。いやだから、うん、車の免許がないから、うん、もう自分の感覚で行けちゃうんだろうね、えなこちゃんは。そうですね。で、車持ってる人だとここはブレーキかけなきゃとか、うん、余計なことしてさ、うん、遅くなったり、うん、そうっすね、免許がないとああやってさーっと行けちゃうんだよね、うん、そういう子でも勝てる子ちゃん、うん、そうですよ。いやー面白いわこれ。お二方、えなこちゃん、そして金さん、これ第2回があるかもしれませんから、賞金これ上がる可能性ありますよね。あげる。あげるって。これあげるって。賞金あげよ。いやこれみんな練習してマジのもっとガチガチの戦いをありえますよね。ねえ。やりましょう。いや改めて優勝はえなこちゃんでございました。ありがとうございます。私が監修いたしますザ・峠ドリフトキング1980、まあ、全ての、ね、車好きゲーム好きの皆さんに捧げるドリフトゲーム、現在事前登録中ということです。俺に挑戦してみろ。遊戯配信では番組 YouTube を開設。放送で使われなかった未公開映像も公開予定。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。